はい、お集まりいただきありがとうございます。あ、はい。覚えてますか？第二グループが緊急事態だったってこと。ああ なんか呼び出された謎なんかありの、ました。はい。さ、来週にさ、来週、はい。須藤とさ、一緒でさ、ロケ行ってもらいたいの、サブで。おお、ロケ。プライベート的な面じゃなく、うん。どっちかというとテレビのバラエティみたいな感じの。テレビのバラエティ。そう、そんな感じテレビのバラエティロケ。一生に結構負担かかるかもしれないけどって感じなんだけど。あ、そうだから。さあ、うん。ロケ行ってほしいんだけどさ、一周とお前と二人でロケ行くっていう。お前の負担でかいかもしれないけど。俺の負担が？いやいやいや、その、まとめ役がいないから、多分どっちが。まあ、基本は明るくしたいっていうのの、その二人なんだけど、うん。須藤が回し。で、まあちょっといろいろありまして、今回その、まあ第二グループの生卵こと。生卵？この全てをまろやかにするとおなじみ。おなじみですかね。生卵がそのおなじみじゃないの？そのまろやかにする。全部包み込むようなはいはい。男であるこの僕がですね、うん。まあちょっと荒療治かなと思ったんですけど、2人をですね、直接対決というか、ああ、対まあ、決？大丈夫？ロケに2人で行ってもらいました。 2人やでロばいんケ。じゃないの、マジで。いや、楽しみだわ。まあこの、まあ、意図としては、その2人にはこの企画のことはまだ言ってないです。あの動画が上がる前なんで、このロケに行ってもらったの。で、まあ、意図としては、そのお互い2人で行って、どっちの方が力量が上かってことをはっきりさせてもらおうと思いまして。それで2人で行かすの、それはい。で、ちなみに、まあ前回の動画の最後からで言うと、西尾さんにはですね、ちょっと須藤と2人でロケ行ってもらいたいんだけど、まあ西尾の負担が結構多いと思うけど大丈夫かなっていうので、西尾さんには言ってもらってます。俺が頑張んねえのってなってるってこはい、と？で、須藤さんには須藤さんで、ちょっと西尾と2人でロケ行ってもらいたいんだけど、まあわけわかんないこと多分言い出すから結構負担あると思うけど、ちょっとテレビっぽくしたいんでみたいな感じで言ってもらってます。お互い自分がしっかりしないとって思ってるわけそういう状況なわけです。普通に絡まって大変なことになりそうだけど、お互で、そこで実際に戦ってみて、あ、こっちの方が上だなとか、むしろでもお互いその、あ、こいつってこういうとこ補ってくれてるんだみたいなことになって、まあ、いざこざみたいなのがどんどんこうあった上で、お互いのその大切さを理解するっていう、今回そのスラムダンク方式で、そうなんだ。はい、桜木とるかみたいな感じになるんじゃないかなと思って、今回この時に。大丈夫かな？大丈夫かな？本当マジで大丈夫かに。で、まあちょっと僕らはもうね、10年来のまあ付き合いなんで、2人のその細かい意図とかを、ね、その表情とか言動から読み取れるんですけど、多分視聴者の方はそこまで分かんないと思うんで、そうね。その僕らがそのこのロケを見て、副音声的な解説を。いや、これ解説必要なのよ。解説者ね。これ、どんぐらいその視聴者に伝わってるのか分かんないんだよね。この細かい、なんかマウントの取り合いみたいなことずっとするわけですよ。そうですね。もしなんか気になることがあったら、このボタンで。お前、これ。何これ。これが上映した時視聴者がくれたんで、痛いってこれ。これだって20個ぐらいくれたんですよ。 謎にくれたんだよ。だっここで使わないと本当に意味ない。まあ確かに確かにね、ね。こんなチープな相席食堂あんの？ というわけで、はい早速はい。じゃあ VTR いきますか。はい、いきますか。はい、サングラスつけてるよ。今日はその下っ端の仕事なんだ。なめてんの？ まず音合わせは須藤が行きましたじゃあやっていきますか。じゃあ、いきますよ。いきますか。じゃまあ、そった。ち、西尾さんがいます。 ああ、オープニング。お互い MC だと思ってるよオッケーです。いつ始まるんだよ、これ。いきまーす。はい、お願いします。どうも、うんぽこちんぽこにぎです。はい、ということで、こんなこと言ってますけども、今回やってきたロケ地、なんと、マザー牧場にやってまいりました。マザー牧場です。ありいがやとー、いいっすね。来たことあります？いや、だから高校時代以来じゃない？高校時代以来。その修学旅行。ああ、確かに。俺はね、でも中学校ぐらい。ちなみに、はい。マザー牧場の由来って知ってます？マザー牧場の由来？予習済なみぜですマザー牧場なのか。なぜマザー牧場なのか。これね、実はですね、はい。昔、はい、このマザー牧場を作った方が、はい、実はとても貧しい方だったんです。あ、そうなんだ。
だからお母さんが、はい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 、牛が1頭いれば、はい、畜産物が流行って盛り上がるから、はいはいはい、牛1頭でもいればいいのになっていうところから牛1頭引き寄せて、はい、そっからどんどん大きくして、はい、この牧場ができたんです。なるほどね。だからマザーなんです。あ、そういうことなんだ。そうなんです。すごいね。全然マザコンとかそういうのじゃないんで。牛1頭でもいればいいのになと。はい、貧しいのに。そうだった。その1頭どうやって使われたんだろうね。本当にね、不思議だね。だって金ないのに、だって買えないわけじゃん、牛1頭。あれじゃない？ UFO じゃない？ UFO？ どっか飛んできて、降りてったんじゃないの？そういうのがあったかもしれないということですね。はい、ということで、そこのマザー牧場、じゃあちょっと、行っちゃいますか。行きましょうか。行きますか。行きますか。MC、MC2 人いないんだって。この暑さに負けないぐらい頑張っていきましょう、僕たちも。そうだね。やっぱ元気さが取り柄だからね。はい、あ、はい。どうした？やべえ、やらかしちゃったな。え、どうしたんですか？いやー、だいたい序盤さ、はい、鉄砲玉ブラザーズって分かったんじゃない？いや、大丈夫っすね。鉄砲玉ブラ…てか、あの、あれっすね。鉄砲玉っていうのはあまり結構浸透してないんで。完全に忘れてたな、これ。いや、鉄砲玉そんな浸透してないんで大丈夫っすね。だってさ、加藤いなくなってさ、はい、鉄砲玉取りはどうなったのってさ、はいはいはい、解散したみたいになっちゃってんじゃん。はい、でもまだやってるやん。いや、だからその鉄砲玉はその浸透してないんで、普通にミスったんだよ。そんな説明しなくてもいいです。普通にミスった。ミスってないです。大丈夫、本当に大丈夫。どっちボケ？いやいや、いやいや、でも俺と須藤じゃん。もうイライラしてるちょっと待って、来ました。はい、はい、序盤見ていただきましたけど、はい、まずあれでしたね、あの西尾さんがサングラスオープニングだったんで、うん、しれっと戻ってますけどあれ何なんですか。多分あれうんぽこちんぽこにやりたかっただけなんじゃないですか、多分。あ、なるほど。うんぽこちんぽこ2期とサングラスなんかブレイキングダウンっぽい感じで多分ですけど。あ、そういうこと、はい、なるほどね。こんな伝わってないってことは面白くない僕はそのなんかあの売れっ子芸能人が、うん、あの深夜の若手芸人の、うん、あのロケに参加してるみたいなそのスタンスできたのかなっていうで、西尾さんが鉄砲玉ブラザーズでしたっけ、うん、はい、ちょっと今須藤さんが頭が痛いこれあの本当によくあるんですよ、うん、撮影中にいやこうやったのが良かったかなっていう、うん、結構西尾がマジな顔でやってきてその内容が本当にどうでもいいことがあるんですよ、うんうん、これでもその他にまあもっといろいろメンバーがいたらそれいいんじゃないっつって多分話終わるんですけど、うんうん、多分今回この構成的に俺が仕切らないとって今なってるんで確かにね。須藤ももういやもうそれいいよって顔してるからさあどうなるのか。これそうなんだよね。絶対多分鉄砲玉ブラザーズとか、うん、そのちょっと鉄砲玉要素でタイにしようと思う。2人きりだと結構きつい。そのそういう要素は多分ねいらないと思う。あそこのマザー牧場一回。いや大丈夫です。一回ね。おっ、当たりました。マジか。やりましたな。じゃあお願いします。じゃあここでオープニング撮った手ですね。はい、じゃあお願いします。どうも、鉄砲玉マリオ西尾です。あ、僕ルイージ。あ、そういうことか。かわいそうだ、須藤。僕ルイージじゃないんだ。しかもこれオープニング想定だからいきなりボケんなよ。あ、オッケー。そのマリオ想定ね。オッケー、オッケー、わかりました。はい、どうも、鉄砲玉マリオ西尾です。どうも、鉄砲玉マリオマリオマリオ2人これ一応許さないよ。いいね。鉄砲弾マリオ2人で、はい、いいと思います。はい、ということで、マザー牧場、いい字だろ、そこ、はい、来ましたね、はい、じゃあマリオさんどこ行きますか。じゃあとりあえずやっぱマザー牧場っていうことなので、はい、結構広いんですよ。マリオさんどこ行きますかって言ってもこの下り使わせようとしますからね、はいはいはい、よくあるのこれも。はい、謎の天丼ね、絶対カットしたいと思う。結構中心地に行くんですよ。確かにね、牛の乳搾り体験ありますよ。あ、時間あんだね。はい、乳搾り待って、今何時だ。あ、3時間後 ?3 時間後だね。あ、待って、小豚のレースは小豚のレースは、11時13分45分に抽選券だから。あ、あと1時間後ぐらい。まあ、抽選券なんか30分後かな。なら30分後だね。あ、小豚のレースありだね。はいはい、ウサモルタッチ行けんちゃう。ウサモル行ってちょっと歩くかもな。でもで小豚行きますか。じゃあ確かにね。あ、いいんじゃないですか。ギリギリウサモルちょっと追いつくかもしれない。じゃあ行きますか。行きますか。じゃあウサモルなんて俺もう触ったことないからね。ウサモルっていう動物は多分いないと思うんですけど、そのウサギとモルモット分かってるんですよ。ウサギとモルモットって言ったじゃないですか。いや、そのそのあのまま行くとは思わなかった。いや、ウサモルでもういいのよ。大丈夫ですか。俺別に知らないわけじゃないのよ。す
ちょっとさ、なんすか。そこに喫煙所がありますよ。喫煙所がありますね。仲いいね。今んとこなんか全然普通にやってますけどね。一本目いっちゃいませんか。いっちゃいますか。じゃあいっちゃいますか。やったね。じゃあ見下し合ってる感じはそんなにね。こういう時やっぱいいよね。いや、いいですね、やっぱり、うん、こういうのしっかり置いてくれてんのは。車内にタバコ忘れちゃいました。ああ、それはちょっと残念ですね。ちょっと運転席に置きっぱになっちゃって、須藤さん、どうしましょう。はいはいはい、あ、まあまあいいっすよ、じゃあ僕が。あざっす。一本差し上げます。あざます。差し上げた。どうぞ。あ、あざます。これあれですか。何？鉄砲玉ブラザーズの杯ですか。キモッ。鉄砲玉あんまり浸透してないかな。そうなんだよな。鉄砲玉マシン。もう絶対鉄砲玉みたいな。鉄砲玉はもうなんかもっともっと細かい部分、もっとなんかそのなんつーの、うん、コア向けじゃないですか。ちょっとディレクター。はい、ディレクター。多分俺と須藤じゃないですか。はい、普通のロケでいいんですか。あ、まあなんかテンションは高めでお願いしたい、ね。じゃあもう鉄砲玉やん。まあ、鉄砲玉として行くかどうかは2人で全然決めちゃっていいよ。どうすか、長男。長男、おう。あ、長男だ。おう。あ、鉄砲玉で行きます。鉄砲玉で行きましょう。ああ。やっぱもう。オッケーです、オッケーです。長男って言ったよな、今。これ結構重要ですよね。まあ確かにその、ここで一旦鉄砲玉っていうのを、はいはいはい。こうなんか、印象付けた方がいいかもしれないね。今後やっぱ売れてきた目には、やっぱ僕と須藤さん、確かに鉄砲玉ブラザーズ。まあなんかあれだね。あんま言っていいか分かんないけど。はい。二人のやりやすいね。二人の、あー、加藤がいながらってそれはちょっと失礼なんじゃないのそれは冗談じゃないですか。はい、なんか鉄砲玉でいくかどうかって話をしてましたけど、うん、長男って今認めてましたけど、うん、そうですね。そもそもちょっとあの話なんですけど、多分これね、このロケのそのなんていうの、構成みたいな、うん、ざっくりこういう感じにしたらロケとして面白くなるかなっていうのを、これ多分西尾が自分が考えないといけないっていうのでやってるんですけど、須藤はそれに任せてらんないみたいな気持ちがちょくちょく垣間見えるんですよ。あ、そうですね。だから鉄砲玉ガチ止めしてるんでしょ。そうだ、鉄砲玉、まあその鉄砲玉トリオっていうのがそんなに浸透してないんで、まあ俺らの中でよく言われる言葉だから、まあね、あんま動画にしない方がいいんじゃないっていう須藤と、いや、そういうのをもう押し出していった方がいいよって言ってずっと転倒してくる西尾。鉄砲玉軸で行こうと思ってんだろ、西尾、このロケは。そうだよね、別に鉄砲玉軸いるかちなみに長男つってましたけど、うんうん、この鉄砲玉トリオっていうか、その鉄砲玉の関係性において、その長男っていうのはあまり別に褒め言葉じゃないですか。一番最初の一番手前なんで、うん、あと今ちょっと見てて思ったのは、うん、その西尾がその3人加藤、須藤、西尾の3人だったのが2人のつっちのやりやすいねっつって、うん、ちょっと変な空気になって多分笑ってたんですけど、はい、多分西尾的にはその、あ、こことこいつ突っ込めねえのかみたいな、まあ、俺が悪者に映るやんけっていうね、結構この先思いやられるなみたいな呆れた笑いだったと僕は思います。なるほどね、うん、ちょっと安くいなくなっちゃいましたからね。あいつやっぱいつもオチで使ってくれてたもんな。そうっすね、どっちがオチ、お今じゃどっちがみたいなとこあるよな。オチどうします、そのオチって、そうだ、作ろうとして作れないもんね、やっぱこれ結構重要じゃない。あ、じゃあオチなしか。いや、どうせだってほらカメラ回ってるところですよ。どうだろう、話じゃないよ。やってみたら作るんじゃないですか、オチ。なるほどね。まあでも落ちなかった場合どうしようか。落ちなかった場合でもサマルハウス行くじゃん、分かる。もう香り出てるよ、サマルハウス。選ばれてた。ウサギだ、はいはい、モルモットだ、はい、かわいいってやるわけじゃないですか。その後どうします、かわいいってなって、うん、まあやっぱ状況見ないとやっぱり分かんないっすよ。でもいや、想像してた方がいいと思う。じゃあ分かった、何かしらもうなかったら何の話してんの。俺が一回作るわ。マジで、ああ、オッケーっす。じゃあそしたら俺がそこで、じゃあ西尾さんのそう作ったもの出して、俺じゃあうまく、あ、ほんと、はい、キャッチします。いいね、いい、やっぱいいチームワークだね。はい、俺ら相性いいかもしれない。確かにね。うん、はい、全然ずっとつまんなかったな。さあ、着きましたね。あ、ここ、ここです。おー、ついにウサモル、ウサモル
ここが多分ウサギとあのモルモットを触れ合える場所なんですよ。可愛いじゃないですか。ちょっと楽しみですね。すいません、ありがとうございます。おー、可愛い。あ、すごい、本当に。あ、大丈夫。え、ハッチルールちょっと待って。背中と頭を撫でてね、ですか。抱っこ、餌やり、耳は引っ張らない。なるほどね。撫でるだけ。まあそうだよね、怖がっちゃうから。そして今お休み中じゃないですか、これ。うわ、本当だ。この子いいですね、元気があって。この子は元気だね。じゃあちょっと僕頭撫でさせてもらってもいいですか。あ、可愛いな。すいません、すいません。あ、すごい。え、ウサギの頭ってこんなデコボコしてんの。へえ。え、すごいデコボコしてるよ。デコボコしてんの。いや、本当に。一応どう落とすかって考えて。すごいデコボコしてる。すげえ。やばいな、怖いな。おー、うちの話めっちゃしてたもん。あ、自分から来たわ。俺のに、俺の方が懐いてんじゃない。あ、すごい。いや、俺のあの、いびつな頭の形みたいだわ。それ思った。絶壁というか。でしょ。うわー。大丈夫です。なんか本当に嫌なやつじゃん。大丈夫です。こっちに当てたいんですよ。あー、本当ですか。僕はこっちに当てたくて。あー、どうぞどうぞ、うん。こいつはちょうど俺の、俺っぽいから、はい、ちょっと命名してあげるわ。あ、お願いします。お前はうんぽこだ。かわいそう。うんぽこだぞ。こいつ。ほら、これでメキシコで言うけど、お前。俺、こするやん。寝てるもん。そうそう、メキシコでだって。見てみ？うんぽこって言ってる人が寝たよ。いや、落ち着いてんでしょ？もう。いや、違う。安心や、安心。え？寝てるよ。うんぽこ、ほら。うんぽこって言ってる人が。ほら、めっちゃ懐ついてるから。いや、違う、寝てんのよ。うんぽこちゃん。一瞬で。めっちゃ可愛いわ。うんぽこすごい聞き出してる。いやいや、めちゃくちゃもう落ち着いてるって。いや、寝たの。やめろって、お前なんか嫌がってるみたいな。懐いてるだろ。懐いてるから。懐いてるでしょ。ほら、うんぽこ。この子は、この子はでもウサギでしょ。うん。モルモットさんはやっぱ今お休み中だよね。ああ。いましたよ、ほら、チンポコ。いや、チンポコさんです。チンポコです。あれ、でもさ、あの、ファミリーさんいるんだ。え？あの、ファミリーいるんだ。あら、うんぽこチンポコって言うの？いや、うんぽこチンポコはもう、全然浸透してないんだよ。まあ、そうだよな。チンポコ。チンポコ。モルモット、口元に手を出さないでね。チンポコ。もう上げないでね、だって。チンポコ。国民知ってる設定だよ。ちょっとあれっすね。奥、奥向いちゃってるもん。ちょっとチンポコ、ちょっとお疲れみたいっすね。ファミリーがファミリーって言うみたいな。時間もらっていいですか。いや、だった。あれ、ウサギでかいね。あれ、ウサギだね。あ、すごい。あれ、あれっすね。タマポコっすね。首元が。ウンポコとチンポコ使われてる前提。ほら、すごい、かわいい。あ、すごい。これね、自分の体を枕にしてるじゃん。ね、かわいい、すごいね。すごいね。ここがいいんだろ、ほら。ちょっと、やめなさい、その。下ネタで笑いを取ろうとするなよ。いや、あの、一応なるべく、周りの人聞こえないぐらいの声量でやってるんですよ。そんなあの、ガチやめてください。やめろ、お前。ここだけの声量。してるやん。ここだけの声量でやめろ、お前。いや、それはいいじゃないですか。お前、下ネタで笑い取るのは下手くそか、お前。だって今もう、完璧でしょ。うん、ここ。うんぽこ、たまぽこ、完璧でしょ。島田はそろそろ終わりにしようか。あ、ほんと終わりにしようか。ちなみにスノは名前つけるのはどんな名前。少林丸のやつ。この子は少林丸。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 なんでこの子は勝利してほしいから、やっぱり、ね、あ、ウサギの種類書いてあったら。あ、ほんとだ。もうこれは言い逃れできないでしょ。ほら、これはもうね、カメラマンさんもほら言い逃れできないでしょ。これもう、これも一つしかないでしょ、ね、これはだから命名、多分コメント欄でもその勝利丸か、まあタマポコどっちがこう正解かって言ったらね、これはほら来たでしょ。わかりました。じゃあ、わかりました。じゃあ、間取ってポコポコ丸にしましょう。ポコポコ丸、ポコポコ丸、勝利ないよ。間取ってポコポコ丸にしましょう。ポコと丸を取ったポコポコ丸にしましょう。ポコポコ丸、ポコポコ丸。いや、よかったっすね。楽しかったっすね。はい、かわいいっすね。あ、待って、ネズミいるんだ。カットされてないもんね。頭の中で。あ、かわいい。尻尾長い。あ、見て、パンダマウスだって。パンダマウスっすよ。僕はゆるキャラで何着てました。全部自分中心なんだよ。もう僕のためのウサボロハウスじゃないですか。
そしたらじゃあ一旦出ましょうか。お前さ、え、お前さ、はい、お前さ、やめろや、ああいうの。何がすか、お前迷惑だって。いや、聞こえない程度にやってますって。お前さ、ああいうとこでこうやったりするな。いや、周り見てどうすんだ、びっくりするかしてないだろどうすんだよ、お前でもちょっと待ってください。なんだよ、ちょっとそんな感じ、ちょっとあれだわ。その感じとかじゃなくて。じゃあ、迷惑はやられちゃうと思う。ね、潰れちゃうから。迷惑来ちゃうと。これ本当に二人がやりたいことがね、構成案がもうね、こう、バッティングしてるんですよ。だね、もう。須藤は多分、この、失礼なことを言ってて、外でって、お前何言ってんだよっていうのを、その周りがいるだろっていう、このちょっと、喧嘩下りみたいな、やりたいんですけど、西尾さんは、それ言われちゃうとなんかマジ俺が失礼なやつみたいに映っちゃうじゃんっていうのがあるんでそうでしたね。そもそも俺は中でその面白いこと言ってたっていう方をフューチャーしてほしいっていうそのせいで本当に喧嘩みたいなノリじゃなくてそうだから西尾が終始いや周りには聞こえないような声で言ってたじゃんって言うんだけど最大限の配慮をしていらないこと言ってるんですよ。で須藤からしたらその喧嘩下りやりたいときそれ言われちゃうとだからあんま攻めにくくなっちゃうんですよね。まあ結構押せないもんね。もうメタ的なことになってきます。そうだね。で、勝利丸でしたっけ？あ、はい。あれの時に西尾さんもなんかずっとさ、え、それどういうことですかっていうことを結構ボケつぶしな。なんかだって今まで笑ってないもんね、その片方が片方のボケにちゃんと確かにね。一回飲み込んで、そのカウンターでさらにみたいなことをお互いやろうとしてますよ。そうだね。そのクリティカルヒットみたいな感じは出さないです、コメント欄とかでも迷惑かけるのがふざけんなってなっちゃうんですよ。いや、その迷惑っていうなる前に俺が止めてるから。だからそのいや言いたいことは分かるけども。いや、そうなんですけど、そのこれじゃ悪化しないように止めないと。いや、いいんですよ、突っ込んでくれればいいんですけど、その終わった時あとでガチ感出されちゃうとこっちとしてほしいから。いや、なんかやりづらくなっちゃうじゃないですか。これガチ感じゃないんだよな。じゃあその編集担当の方に、はい、そのカットしといてって言っとくから。あ、じゃあ今ちょっと、はい、正式な突っ込みもらってもいいですか。正式な突っ込みで、ね、出てきます。もう一回やらされたな。出てきた。出てきます。はい、来たとして、はい。いや、よかったっすね。よくねえよ。え、お前適当なボケばっかすんだ、バカ。適当なボケっすか。適当すぎだろ、あんなうんぽこちんぽこ。いつまでお前頼ってんだ、うんぽこちんぽこに。いや、でもお前持ちギャグっすよ、だって持ちギャグでもなんでもねえよ、お前。いや、だってこれからやっぱな、鉄砲玉ブラザーズの二人のネタとして、うん、だからうんぽこ、うん、チンポいらないよ、俺。ほんとこ、ほんとこ。やめろ、お前。そりゃやめろ、やれよ。やらねえよ。やれよ。今やってんだから、うんぽこが。行くぞ、お前、もう。これ、一生のプランだよ、やりたい。行きましょうか、チンポコ先輩。チンポコ先輩とか言うな。完全に迷惑がもう削除されてる。一生俺が考えそうなボケだぞ。いや、でも受けてるじゃないですか、実際多分。どこで受けてんだよ。受けてますって。票取れよ。受けてるって。票取れ、票取れ。絶対コメント欄で今もう、うんぽこチンポコ面白いって来てるって。そのうんぽこちんぽこあれだろ、はい、滑り用ギャグだろ。お前も分かってんの滑り用ギャグ。お前も俺のギャグだよ。お前も分かってんだろ、滑り用ギャグって。面白いギャグでしょ。面白くねえよ、もっとやれよちゃんと。ラーメンつき麺、僕イケメンみたいなキャッチ。おお、ヤギ。ヤギだ。1個200円らしいですよ。もうこれ西尾のペースだね。はい、ということで、あ、来た。小豚のレース今何時ですかね。何時ですか。確か12時、あ、45分から多分。あ、45分から整理券、うん、ちょっと待ちますか、じゃあ。待ちますか、ちょっと。いいですね、子豚のレース。だ1番、ポンコツ太郎。2番、マザートントン。3番、ピックサンダー。豚だ。で、4番、グレートトンソク。5番、ドリームブータン。6番だけ豚要素違くね。ハッピーファーマー。なんか経営者視点なんだけど。なんで経営者してんだろ。ファーマーってほら、そのあれだよ、こういう施設の人の、うん、雇われな人のこと言うんだよ。じゃあ本当にそうなんじゃないですか。でもハッピーファーマーだけなんかなんか人格違くない。いいね。いや、でもちょっと楽しみですね。もう人走るわけじゃないの、ハッピーファーマー。人走らないです、人。ハッピーファーマーだけなんで経営者してあんの入ってんの。面白がるポイントが欲しいんだよ。だからその6個目行こうとした時に、うん、多分豚要素がもうなくなっちゃったから。多分いや、あるでしょ豚要素。他に何がありますか。豚でしょ。結構取られてますよ、だって。だから飛べない豚とかで
それだと一匹だからちょっと本来くれない人気出ちゃう飛べないくれない人気出ちゃうじゃんだからそれそんな名前にしたらいやいやいけるでしょうじゃああれにしましょうよ、はいはいはい、名前はだからもうこうみんなだから豚の要素があります、うん、6番豚豚マッチとかああいいじゃん確かに豚要素がいいダメだろ確かにね毎回やりたかんだ名前を豚豚マッチって何だよ適当っす適当っす豚豚マッチだったら俺のほらさっきの言ったあの紅のいやそれだって人気出すぎちゃう名前が尖りすぎちゃういや何そのブタブタ他の子たちにかわいそうでしょそれはいやそうかなハッピーファーマーがかわいそうじゃないいやハッピーファーマーはだからまあだからなかったからでしょうね多分ね今回どんなところをポイントに選ばれるあそうだまあ絵柄だね絵柄入ってる、ね、1番とか2番の絵って全部ケツのイラストなんですよそれファーマーだけ顔ついてるんですよ僕あれですかね入場の時に出てきた豚を見てちょっと判断しましょうかね一瞬どういう気持ちなのよ来たおー豚レースを行う際には最後のレースは投票マスコットの最初のレースです間違えないようにお願いします5番キラーゼッケンとリーメンブーです6番ファーマー1番覚えられましたか難しいですねユニークな、ね、名前が付いているんですけれども元々は一番映すのが綺麗ですまたやってんじゃねいや元気なんすよお前ほんと霜しか取りえねえな元気なお前どこがだよお前だろ元気なのは豚じゃないだろお前だろ元気なのは位置についてよーいスタートファーマー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 まあちょっと、はい、もう飯でも食って見に行きますか、はい、行きましょう気分なんかしますかさああちらに見えてきましたさお来ましたねはい多分ジンギスカンが食べられる場所となっておりますなるほど、ね、いいねジンギスカンってことは羊羊とかもそうですしもしかジンギスカンだからジンギスカンって羊だけですかねうーん違うのジンギスカンって、うん、あれですよね羊じゃないの羊だけなのかな俺イメージなんかジンギスカンってその豚とか牛以外のまあなんだろうまあ羊とかなんかその熊系とかわかる？ジンギスカンってあの部位の肉あ部位の部位なのジンギスカンって羊の肉がジンギスカンでいいんじゃなかったっけ？俺も羊だと思ったあ本当に？うん多分佐藤さんが言ってるの多分あれっすよその野生のあれでしょ？そう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 俺それがジンギスカンだと思ってたいや多分それあのなんだっけ名前忘れちゃったなジビエあジビエかめっちゃ今ピンときたわああジビエだよかった間違いに気づいて、うん、よかったよかった、うん、教えてくれてこれもちょっと今大丈夫今のありがとうえそんなヤバくないだろスッと行けよいやなんかずっと間違えたじゃないですか間違えてたけどスッと行けよいや行く行ってるんすけど、うん、いやなんかそのちょっとまあもう多分今のシーンカットしたとしたら、うん、あのもうついちゃってるんですよ、うんその前にだからジンギスカンつきましたって言ってるじゃんあじゃあもう全部さっきのシーンカットでどっちでもいいよそれはあ本当ですか行くよ行きましょうまだこれカットしたらおかしくなっちゃうかなジンギスカンつきましたジンギスカンついたねジンギスカンだすげえやってるよね喫煙所喫煙所え喫煙所あります肉食べてからだよ先っすもう一回じゃあ受け付けこれでも重要じゃない先行きましょうああ二周年券がどうか美味しそうだねいや正直ね、マネージャー牧場、はい、最初からそうなんですけど、はい、これ、あの壮大な振りなんですよ、これおこの自然のところを歩いて、いろんな自然触れ合ってなんでこれ触れ合ってるかって話なんですけどこれ最後に、これうまいタバコを吸うための伏線というか、あの布石なんですよあ、じゃあ壮さん1本見逃されなかったか、今のはい、というわけで、はい、うん、どういうことですかマジで意味わかんないよなわかんないねあでも今回なんかすごいよね、もう普段だったらもう綺麗にカットされてるところもなんか残ってるもんね、うん、なんかそうだね今のわけわかんないところとかも絶対カットされるし裏っぽいところも残してる
よね。うん、いやてか裏っぽいとこしかないんじゃないの。まあ正直その小豚のレースとかも多分よっぽどつまんなかったんだろう、うん、そ, そうだね死ぬほど速攻で切られてたけど。なんだろうな、なんか相性があんまやっぱ終始良くないというか。そうだね、噛み合ってないね、なんかね。なんかね、その須藤はなんかそのなんだろう、王様のブランチ的な感じでずっとやってんのに、うん、その単純ネズミの川原来ちゃってみたいな。ずっとなんか裏笑いみたいなネタ発言みたいなね。ただやっぱこの須藤さんがこのいつかの話の時にちょっとめっちゃ嫌そうな顔してたんですよ。嫌ないじりがやり方してた時にね、そのこの状況でそのバカいじってくるのおかしなやつがいて顔をずっとしてる。石田さんはお前そのバカなくせに逃げんなよみたいな。ああ確かにね。うわーこれ伝ってんのかな、これどんどんぐらい伝ってんのかなこれ。そうだね。いや俺なんか須藤の顔がツボなんだよな。うん、の割にはお前全然タバコねえじゃねえかよ。あの社内あんなこと言う割、そんなこと言う割には、あの社内じゃないですか。ほん本当にお前さっきからよ、ちょ来いお前。お願いしますよブラザーの兄さん。本当によ。鉄砲玉兄さん。ちょカメラそこで待っててちょっと。はい。お前本当にさ。あ、お前。千鳥の千鳥のノリだこれ。さっきからお前ちゃんとやれよ。痛い痛い痛い。カメラ痛い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 。潰された。うわ。一緒だ。やられました。やられましたあいつに。服脱がされました。須藤さん、何須藤さん、あんまあのその、うん、あ、いや、これ少し施設なんで、うん、あんまその周りへの、うん、やめといた方がいいんじゃないですか。まあお客さんいないとはいえ、しかも迷惑かかってないですけど、まあ、ちょっとまあ、まあ、ほらね、それして自分の検討みたいにして、うん、さっき言ったじゃないですか。いや、そういうのほらね、やめといた方がいいって言ったじゃないですか。ごめん、ちょっと俺もやりすぎてかもしれない。いただこそうか。はい。本当に結構いるね、動物たち。ねえ、元気でいいですね。あ、千鳥のくだりを多分須藤がやろうとしたとき、西山もなんかやらなきゃいけないのかなってなって、このなんかまずそのスノコから出てったじゃないですか。あれなんだろう。良くないな、あれは。あれだってスノコから西山出ちゃダメだもんね。うん、今のくだりでもなんかうまくいきそうだったんだけど。ね、お互い好きなくだりというか、そうね、須藤がなんかあのキャラの兄貴キャラで やるのが好きなの、須藤、うんうん、お前マジ怖いみたいな、うん、須藤それ好きで、西はそのなんかダメな後輩みたいな感じのキャラ好きなの、うんうん、結構うまくいくのかと思ったけど、うん、なんかリタイアしてきた後輩が。あれ一番ダメでしょ。あれ一番だ、これ一番面白いよね。もうこんなボケ潰ししちゃダメだよ。じゃあということで、はい、ジンギスカンにやってきました。来ましたね。ここではですね、まずあちらの方にですね、肉が並べられてるんですけど、はいはい、あちらの方から肉を取ってからあそこで回転してこちらで焼くというシステムだと思います。なるほど、はい、なので、好きな肉を取っていきますか。いっちゃいますか。いっちゃいましょう。いっちゃいましょう。よーし。じゃあ乾杯。お疲れ様です。もう終わるじゃん。くぅ、冷たくて美味しいね。あ、うまいね。うまいね。いい。わぁ、来ましたね。来ましたね、いいですね。はい、じゃあ食堂さんお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ僕が焼かせてもらいます。あ、お願いします。焼けないんで。はい、焼けると思うんですけど。さあ、じゃあまずは油を引いていきましょうか。じゃあ、あった、ね、熱気がすごいね。新鮮なラム肉ですかね。新鮮ですね。ちょっと柔らかい、いや多分めちゃくちゃ。なるほどね。結構薄切りだからあっという間に火が回ったんじゃない、はい、おお、すごいすごいすごい。油が乗ってますね。油ノリノリですよ。おーおーおーおお。ふぅ、
新しいうまいボケっすね。あ、どうも。いいじゃない、そういうのいいじゃないですか。あ、ほんと。はい。ずっとね、ほら、過去のボケにすがっててもあれなんで、一発屋みたいっすよ、それは。西尾さんに合わない。一歩玉とか一発屋じゃないですか。その中でもやっぱりしっかりさ、新しいの踏んでこいよと思って。うんぽこちんぽこなんでさ、あんな滑り芸やっててもさ。じゃあ、次お願いします。あー、もう来た。じゃあ、ちょっといただきます。お願いします。いいっすか、僕も。はい、いただきます。お、うまい、タレ。そっち、タレうまいな。肉の感想、酒肉でしたか。すいません、じゃあ肉いかしてもらえます。一ボケで認められたら。いただきます。はい、いただきます。米がめちゃくちゃ柔らかくて食いやすい。生き物を大事にしろ。すいません、すいませんでした。肉ももちろん美味しいです。あ、肉だけだから。肉、あ、そうです、ごめんなさい。肉が、すいません。じゃあ本当に美味しいです。あ、よかった、肉、本当に。じゃあ続きまして、じゃあこちらの牛ですか。牛肩ロース。牛肩ロース、これも多分薄いに一瞬ですよ、多分。これ多分ね、これ多分本当に20秒ぐらいですよ、マジで。思ってるから。いただきます。もう一周で入った。一周で入った。まあまあまあ、まあ、マジかみたいな顔してる。うまいっすか。まずは、うん、うまいっす。よかった。それは前回のギャグとやっぱね、はい、連続していかないと、うん、確かに確かに、うん、連携を取っていただいて、ね、そうそうそう。じゃあいただきます。お願いします。あ、本当。めちゃくちゃ美味しかった。美味しかった。ありがとうございます。いや、全然全然。お前ら大事だろうね。はい、普通の会話みたいにされてるんだ。純粋なラム肉じゃないですか。本当に分厚い感じだね。あ、いいね。あ、うまそう。あ、半分に割れた。あ、いいね。ちょうどいいじゃないですか。わ、うまそうっすね。じゃ、ちょっといただいちゃいますね。分厚いですからね。いただきます。うん。うん。おいしい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 。一緒も一緒でもやりたいことあるから。おいしい。どう？結構今までのやつとは分厚い感じだけど、おいしい。多分ね、ちょっとね、さっきのはあの薄いやつなんだけど、今のはな何？どうし？カットしてもらって、一回そうです。人の飽きるな。ラム美味しいのそれ。美味しい。でもさあ、どこになるの。うめえと、うめえと、もうと、もうと最後、うん、なんかその、いや、まあ、いい線がないけど、うん、なんかそのネットで、うん、そのなんかエロい系の表現でなんかラメーっていう表現があるんだよ。さっきしてもらったけど出したでしょ、これ。うん、壮大だな。ねえよ。いや、それあの、18禁ですみたいな。ああ。感じのちょっと感じでボケようと思ってたんですよ。なるほど、ね。ラム肉なんで、うんうんうん、うめえで繋げてたんで、うん、今もう完全に三段落ちのラストだったんですよ。うん。何してくれてるんですか。今、
もうずっと降ってきたのを今回収する直前だったんですよ。ああなるほどね。全然こう当たってクライマックスだったんだ。なるほどか。そういうテンポもやってたんだ。やってました。一人でやってました。どうすんのもう今産卵落ち、もうラム肉3番手って感じだったから、うん、ちょっと、うん、ね、うん、あもう、うん、決めてたの、うんうん、何してんすか。でもさごめん、本当ごめん、本当ごめん。あと君、君も突っ込まなきゃ。あ、僕っすか。ラメは違います。いやまあそこまで行って何も突っ込んでなかったらやろうかなと思った。なるほど。説明ベースでラメ出てきたんで。いやいや先にラメ言ったんですよ。かぶっちゃったから、あのもうラメらなくなっちゃった。あちょっとすいません、あれじゃいけないの。ケンボクやっとく。あもうやめた方がいい。さっきのなかったことにちょっと D の判断にちょっとここは。あ、まあじゃあ一回ちょっとお願いします。あ、OK。 D が来てるじゃん。あ、俺が突っ込んだ。 D が突っ込んだから。あ、俺が行った方がいいんですか。いやでも下ネタのネタなんで、うん、そう、お父さん来たらだと。いやだからそのほらまたかよって言えばいいんでしょ。また下ネタかよって。あー、そうっすね。言っとくわ。言うわ。じゃあ言います。あ、え、じゃあラム肉で。あー、じゃあ俺がお願いします。しちゃいますか。ちょっと今回分厚いっすね。はい、分厚いっすよ、かなり。いや、うまそう。ちょっと、いただいちゃいますね。うん、うん、ラメいいや、いいや、今、いいや、いいや。キモい二人。え？もうキモい二人。キモい二人。うん。はい。満ちるんじゃない？疲れました。なんか結構苦労してたような。そうっすね。ちょっと結構もう決めした。三段落ちだったんで、もうないっす。ラメめっちゃ切れてんじゃん。今考えてます。もう今浮かんでないっす。ラメでいい感じに終わって、もうそっからじゃあ普通次食ったら普通にうめえって終わろうかなと思ったんですけど。西のプラグがあるからな。またちょっと潰される可能性はあります。もう何も思いつかないよもう。はい、はい、どうぞ。あ、暑いな。地獄やもうそうだ、これラムチョップ。いけそうな。いっちゃってください。もうバッといっちゃってください。もうめっちゃ綺麗じゃない、うん、なんか黄金輝いてるというか。いっちゃってくださいよ。もうバッと、ね、色いいっすね。いや、じゃあちょっとこれいただきます。はい。いや、しっかり輝いてるわ。ほんとうまそう。光輝いてるキーか、これちゃんとしたの欲しいよね、もうそろそろ。うん、食レポちゃんとしたのが。欲しいよ。味は？まさに羊飼いのゴールドシープや。シープでもいいよ。ポーク中村。絶対黄金じゃねえの。いや、どうすかポーク中村さん。いやいい、もう続けて。ゴールドシープじゃなくてシープでもいいよ。ゴールドシップとゴールドシープ、わかるか。あー、なるほどね。逆にちょっと長めのを入れてくるあたり。帰ってきたね。タバコ吸ってたからな。タバコ吸ってからさ。あ、タバコ行ってきていいよ。うん。
今日どう？手応え、ロケの手応え。うん。めちゃくちゃ腹いっぱいになりそう。でも飯食うことしかないけど。うまナウシカかなんか。ああ、なんか嬉しそう。俺分からなかったんだけど、どういうこと？今日の手応えは、やっぱ難しいね。どういう面で難しかった？まあ、2周のボギーが多くなると思ってたから、うん、それはさばくのか、難しいっていうね。さばき役に徹してた、ね。まあ、どうしてもその、なんつうの、あの、西尾が思ってる的確なツッコミをできないというか。なるほどね。うん、そこはやっぱ難しいよね。ね、逆にそれがいい味出してるのかなと思ってるとこなんだけど、あ、うん、ちょっと日常のボケが難しい。うん、でもこのあたふた感がいい感じなのかなって、あ、逆に冷めるな冷めるな、そんなこと思ってたの俺もあたふたするよみたいな、あ、そこまで考えてやる。うん、はい、いやー、美味しかった美味しかった。さあ、ラム肉でも食うか。うん、うまいっすね。うまい、うまいっすね。でかいけど柔らかいよね。うん、イベントの箱詰めがこれから始まりますが、イベントが始まってからも会場に着いたら青山借りてもらって準備が整い次第イベントを始めていきます。イベントが始まったらちょうどこう収まるぐらいにして、はいはいはい、これでこう中指から薬指小指ギューッ、おお、なるほどね。ギューッ、結構強めなところか。そうだね、だいぶっていうことを言っておっしゃってました。なるほどね、よかったさ、あんま聞いてなかったんで僕、はい、危なかった。でお客様もですね、何回かお乳絞ることができたら、うわ、来たー、え、じゃあ僕先いいですか。あ、すごい目の前子供いる、すごいすごい、めっちゃ出てるよ。すごい絞ったら、ね、絞ったらなんかね、次膨らむのよ。あ、すごい、え、なんか次膨らむよね。あ、すごい、確か、あの、牛乳を絞ってみるとね、こうやって牛乳が出てくるんだなってことを実感できるかと思います。絞った後膨らむよね。すぐ、なんか、こんなことみたいな、補充されてる感じ。今ね、握っていただいている部分の牛乳が、すごいですね。すごいね。すごいですね、ちょっと。そのね、袋の表面が、すごい、血管が。いきます。やんのかい、さすがに。もう一回いきます。さあ、参加の受付お願いします。絞り体験のご参加の受付は、ここだけ10時45分で終了ですので、かわいいな、お前。テントに向かって手を挙げて教えてください。マジで初めてでしたよ。ありがとうございます。ただいま走ってきていただいて。めちゃくちゃやーね。なんかさ、絞ったら補充されんのよ。そう、なんか絞ったらなくなんのよ。そう、ちょっと離したらパンパンになるのよ、うん、でまたピュッて出るのよ。なんかね、あれなのよ、うん、水風船やんじゃん。はい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 。あの水風船をなんと自動で水道を入れられてる感じ、絞った後に。あ、確か確かに。そう、なんかあの感触はあの感じなのよ、水風船の。確かに分かるわ、それでも。分かってる、うん、分かってる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 分かった。本当にね、ちょうど本当これぐらいのサイズだね、うん、本当にすぐ出てくるんだよ、意外とね。そう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 、本当も意外とね。なんかね、まあ、ちょっとあれだね、うん、あのまあなんか思ったより、その、なんていうの、そのすごい手慣れた感触、うんうん、ちょっとちっちゃいぐらいやったけど、うん、なんか手慣れた感触で、うん、なんかすごい親近感湧きましたね、うん、
え？お前さぁ何お前最後の最後までそうやるか違う違う、何ですか、お前絞ってる時に言ってほしかったな、その水風船の最初に近いよねっていう、お前が言ってんのあれだろ、陰部だろ、陰部お前が言ってんのは手慣れた感触って、他になじゃ何があんだ、言ってみろよ、ちょっと待って、なんか俺が常日頃から陰部触ってるみたいな最悪な印象を持たせるのやめて、触ってんじゃねえかよ、えお前大丈夫ですかね、今日こんな感じでも、そうっすね、かなり結構マザー牧場をね体験したんじゃないですか、そうですね、はい、今回はもうだいぶその動物とも触れ合うこともできて、はい、まあ、美味しいご飯も食べれて、はい、げでエンディング撮んだよ、鉄砲玉ブラザーズ、はい、一発目の動画としてははい、ヤッフーだったんじゃないですか、マリオ It's me マリオ Yeah、てん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 て意外とやっていけそうなコンビって感じましたね、確かにね、またなんかやりたいっすねロケね、ね、うん、結構ボケとかもお互い面白かったんじゃない、今日はなんかいいなんか体験になったわ、いろいろと、うん、なるほど、最後のあれは思惑お互い違うな、うん、あ、そうなんですか、西は結構そのまあ結構その思った通りになってよかったねみたいな、うん、須藤はなんかそのもう全然うまくいかなかったけど俯瞰から見たら面白いんじゃない、うん、そうだねっていう感じでしたけども、いかがでしたか、いやこの面白さが伝わってほしいよね、そうだね、まあでもなんかね、この面白さが伝わってほしいのはもちろんあるんですけど、うんうん、そもそものまあ目的としてはこのお互いリスペクトを持ち合えるような関係になってほしいっていうこと、いやなってないでしょなるわけがないだろ、潰し合いだったじゃんもうずっと、でも最後なんかいい感じじゃん、いやなんか最後はあんな感じになってんのいつも撮影の後ってああいう感じになるからで、あの牛の下り、うん、でその下ネタみたいなもう、うん、もう絶好のあれだったじゃないですか、さすが、うん、にやっぱ子供がいたから確かに、ね、あの日常もできなかったんですね、うん、そっち行くっす、僕あれだと思ったんですよね、もう諦めたと思ったんですよどういうことですかこいつとの絡みはもう諦めたというかいやそこまでか、須藤に何ももう任せらんないなって気がした、うん、俺じゃあちょうど今あの安西がいるんで、はい、今回このロケにディレクターとして参加したアンザイがいるんで、うん、ちょっとアンザイのお話もちょっと聞きますか、はい、まあそうっすね、基本的にまあ時間何時に何が起こるっていうことだけ伝えて、まあ、あとは自分たちで進めてもらうようにで極力喋んないようにしてたんですけど、うん、やっぱお互いボケるたびにちょっと俺の目を見てくる。セコンでって早く喋ってみたいな顔で見てくるんだけど、それも無視するとお互いなんかちょっと観念して微妙なツッコミしたりとかそのせいで変な間が生まれてる場面っていうのは結構いっぱいあったです。なるほど、ね、チームプレーじゃないんだよね決してでもこの帰りの車で普通に西岡なんか普通にこれ手応えあったし、なんか他の場所行きたいよねって言われて多分その本人的にはそのまずもうマリオで鉄砲玉っていうので売り出して、うん、マリオも最後のエンディングで転倒していい感じになったし三段落ちもやれたしで、あのゴールドシープもできたし完璧なあれなんだろうな、うん、気になるね反応が、そうですね、どこまで伝わるのかというか、これで迷惑にならない範囲でやっぱ絡みが欲しいですよね、うん、店員さんとかその、ね、周りの人とかとね、でもその迷惑とかあんま言わない方がいいんじゃないですか使われてるからね、使われてるから絡むことが迷惑みたいな本当にその迷惑のやつだと思われちゃう、だからだからもう使われてるよそれもまあそんな感じでした、はい、まあこれも出ちゃうんで、うん、バレはするんですけど、うんうん、
まあ今後ともね、あのちょこちょこ動向を追っていかないとなっていう、はい、うん、本当下手したら本当解散とかそういう話なんで全然だろ、こんなの。というわけでありがとうございました。